最近お前の雑談切り抜きアカウント増えてきたぞ。なんか邪魔くさくなったら、別に勝手にやってもいいけど、俺が勝手に消す権利もあるから、邪魔くさくなったら、著作権の侵害ですみたいな感じでパクらせようぜ。お前が増えてきてめんどくせえな。俺を YouTube で加藤純一って検索しまくるから、まあ、こいつ邪魔くせえなってなったら、あれしようぜ。介入させようぜ。今別に、特にそういう感情は抱いてないわ。法的処置も辞さない覚悟で。すでに邪魔、マジで。邪魔くさかったら消せばいいやと思って。多分1日で消せるし。1日もかかんないんじゃないかな、とすりゃ。5、6時間で消せると思うわ。勝手に上げてるやつがいるんですけど。それ事実だもんな。別に勝手に上げてるわけじゃん。俺は勝手にしろっつって、それからもう俺は何の責任も持たないからねっていうのはもう、約束だもんね。邪魔くせえやつがいたら消そう。俺が主張する上で。いっぱいあるの邪魔なんだよ。てか一人、なんか共同でやれよと思っちゃう。なんかめんどくさくない？たくさんあるの。いらねえよな。邪魔だよな。1個にしてほしいわ。なんか同じもんあげたりさ。邪魔くせえなと思ってます。そういうやつらは。お前の LINE スタンプ作ったやつがやるぞ、勝手にやれ。その代わり、全部責任は自分で取れよっていう。俺は別に何も言わねえけど。一回全部消そうぜ。あ、いいね。それで這い上がってニョキニョキ生えてきたやつ。あ、そうしようかな。一回全部消して、這い上がってニョキニョキ生えてきたやつだけ、そういうやっぱ、しいたけシステム。だ昼前に、俺がもし万が一今報告したら昼前には消えてんじゃねえか。てか意地悪してさ、全部そいつらの収益俺に入るようにしようかな。それで続けてたやつによし、お前合格だっつって、それ権利を渡していく。それをぶっちゃけできるからな。お前らあれだな、善意でやってるような感じで。でもそれも1日やればできるからな、正直。切り抜き持ち歩みやろ、それは。超やってみてほしい。ダルさん、俺の放送多分今も見てるし、全部見てるのね。俺の放送全部見てくれてんの。今日の純ちゃん、調子、どうなのかなみたいな感じで。全部見てるのね、本当に。本当に。だから、そう、多分できると思う。ちょっとやってみてほしい。ちょっとやってみてほしいわ、どうなるか。あ、それいいな。そんで、やればいいな。一つだけ実験で報告して消さないか。多分すぐ消えると思うよ。なんならこの枠中に消えると思うぜ。枠中に。YouTube にメール送るだけだし。1日は消えるの、多分。1日じゃねえか。日曜日挟んでるから。サイコロ転がしてさ、サイコロ転がして殺していこうかな、一人ずつ。よくない？じゃあ、はい、今月の、はい、今月のやつはこちらっつって。一 個やってみようか。一個消してみるか。すごい、神のような。俺の、そう、しょうがないよな。俺も自由に遊んでいいっていうルールやってるから、一番消されて痛そうなやつです。消そうぜ。生活かけてるやつ。どこ消そうかね、今月は、つって。で、それぞれにプレゼンさせて、いや、うちの、弊社はこういったことが強みなんで、加藤さん、あれしようぜ、対決させようぜ。あいつらさ、結局さ、やらねえじゃん。俺が一つにしろってやらねえからさ、今度さ、代表者集めてさ、討論会みたいなのやらせて、一番 一人ずつ消していこうぜ。あ、そうしよう。切り抜きを決定戦。で、ガチャガチャ行ってきたらぶっ飛ばす。ガチャガチャ行ってきたら、著作権の侵害かなんかで、法的処置も辞さない格好で行くわ。絶対俺が勝つからな、100%。それぞれでなんかさ、バカみたいにじゃ、加藤さんが自由にやれって言ったんですけど、それ関係ねえから。俺勝手にしろと言いましたけど、別にその辺の責任を全部自分で取れって言ってるんで、いやもうがっつり言っちゃってください、みたいな感じで。今まで稼いだ稼ぎの分、全額請求します。
これに関しては。なんでネジに一からやらせないの、めんどくさくない？既存のものがあるんだったらそこにパチッとはめてもらうじゃん。お前がガチで訴えたことってあるのに別にないよ。なんかその人の人生壊してやろうとは思ってないから。殺害予告されてもまあまあいいっすわっつって何やかんやで流してるわ。なんかその渦祭りとかを見出してるやつがいたらしくて、加藤さんがあれ許可出してるんですかみたいな言われたから、いや僕全然許可出してないんで、僕全然許可出してないし勝手にやってるんで、煮るなり焼くなりしていいっすよって、もう警察にでも何でも言ってくださいって言っといたわ。 そう、もう俺責任取らねえっていうのはもうこれもう今もう声を高らかに言っとくわ。俺はマジで責任取らねえから、お前勝手にやれよ。いざという時に加藤を11を頼りにするなよ。俺何にも権力持ってないからな。もうそれだけはマジで俺本当に声を大にして言っていく。勝手にやれ。だから勝手にあげれるという結論で言って、いや別に勝手にあげていいっつってんじゃねえかよ。だって俺の LINE スタンプ俺に許可なくあげてるやつもいいんだぞ。勝手にやれよと。それはジャルさんがなんか言ってきた。純ちゃんのさ、スタンプができてるらしいんだけど、大丈夫？みたいな。別に大丈夫っすよ。今無視してる。加藤純一という名前ではやってないから。まあいいだろうっつって。それ欲しい。なんて調べたら出てきます？頬骨くんっていう名前で調べたら出てくるらしいよ。頬骨くん。だったらもう加藤純一にしろよ。もうそこまでやるんだったら加藤純一にしろよ。俺だったらなんとかなるんだから。加藤純一だったらなんとかなるんだからさ。そこはもう加藤純一で堂々としてほしかった。なんか許諾が下りないのかな、それだと。切り抜きチャンネル全く動画がなくなった。別にそんな脅してるわけじゃねえから、別にやっていいぞ本当に。お前らやめろよって言ってるわけじゃなくて、これちゃんと言っとかないと俺が責任取らなきゃいけなくなるのがめんどくさい。俺は一ミリも許可出してないっていうのはそうだよな。勝手にやれって、勝手にやってっつってんだ。俺にやっていいですかって聞かれたら、やっちゃダメって言わなきゃいけなくなるんだよ。すっごい勘違いしてるやつがいるんだけど、加藤さんの LINE スタンプ出していいですかって聞かれたら、俺は絶対ダメだよって言わなきゃいけなくなっちゃうから、自己判断で警察に捕まんないなっていう悪さだったら俺はしていいと思うよ。俺に聞かれたらダメだよって言わなきゃいけなくなっちゃうから。それダメに決まってんじゃん。当たり前じゃん。で、聞かなくてもわかるじゃん。ダメなことして自分が得しようとしてんだから、もう悪者にならなきゃいけないわけよ。なんでそんな俺がさ、みんなやろうぜってなるわけねえだろ、そんなの。俺と組んでよ。うなじかま見てることがいけないじゃん。おめえらよ、夢見ようぜみたいなこと言いたくねえわ、そんなの。一緒に夢見ようぜ。勝手にやろうぜ、お互い。